こんにちは。ムキモです。今日は、ギミックという表現の用法を一緒に勉強したいと思います。ギミックの品詞は、名詞、と、動詞、です。意味は、仕掛け、からくり、小物、道具、宣伝広告の巧みな策略、目に見えない落とし穴、何々に巧妙な仕掛けを用いる、です。ギミックは、手品やおもちゃなどの仕掛けや、放送などにおける映像や音による特殊効果なども表します。名詞ギミックの例文1です。The company used gimmicks to conceal real financial situation. その会社は、本当の財政状況を隠すために巧妙な手口を使った。それでは、もう一度音読しておきましょう。The company used gimmicks to conceal real financial situation. その会社は、本当の財政状況を隠すために巧妙な手口を使った。名詞 gimmick の例文2です。Magicians use various gimmicks to fool the audience. 魔術師たちは、観客を騙すために、様々な小道具を使う。それでは、もう一度音読しておきましょう。Magicians use various gimmicks to fool the audience. 魔術師たちは、観客を騙すために、様々な小道具を使う。名詞 gimmick の例文3です。The fast food chain gives away free gifts with children's meals as a marketing gimmick. そのファーストフードチェーンは、宣伝広告の巧みな策略の一つとして、子供用の食事とセットで、無料プレゼントを配っている。それでは、もう一度音読しておきましょう。The fast food chain gives away free gifts with children's meals as a marketing gimmick. そのファーストフードチェーンは、宣伝広告の巧みな策略の一つとして、子供用の食事とセットで、無料プレゼントを配っている。動詞 gimmick の例文です。In retrospect, people around me always gimmicked me into trusting them only to be let down in the end. 振り返ると、私の周りにいた人たちは、いつだって、巧妙に私が彼らを信頼するように持っていき、最後には私を苦しませただけだった。それでは、もう一度音読しておきましょう。In retrospect, people around me always gimmicked me into trusting them only to be let down in the end. 振り返ると、私の周りにいた人たちは、いつだって、巧妙に私が彼らを信頼するように持っていき、最後には私を苦しませただけだった。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。